マーブルマッドネスは1984年にアタリーゲームズが稼働したアーケードゲーム。開発者はマーク・サーニー。ゲーム史的にはマシン語やアセンブラではなく C 言語で開発された史上初のゲームであり、BGM をモノラールではなくステレオで演奏した史上初のゲームである。アタリとしてはアタリ初のアーケード基盤であるアタリシステム1基盤で、 作られた初のゲームであり、FM 音源を採用した初のゲームであった。FM 音源の採用はゲーム業界でも最初期の部類に入り、採用された FM 音源チップは YM2151 である。当時の当たりは当たりショックの影響で当初はカスタマイズ基盤で稼働されることが前提で制作されていた本作もコストダウンのために各ゲームで 共通のゲーム基盤を採用せざるを得なくなるなど、厳しい財政事情であったが、一方で CPU に m c 6 8 1 0開発に C 言語、音源に FM 音源の YM2151、3D のレイトレーシングでレンダリングされたステージなど、当時の最新の技術が導入されている。あたりシステム1基盤で、 最初のゲームとして制作された本作は、結果として4000台が出荷される大ヒットとなり、アーケード基盤としても、インディ・ジョーンズ、ロード・ブラスターズなどで採用されるなどの成功を収めた。続編として、マーブル・マッドネス2、マーブルマンのリリースが予定されていたが、ストリートファイター2の登場と重なり評価を得られなかったため断念。プロトタイプ版がいくらかのコレクターの手に渡っている。 視点は、クォータービュー。画面上にあるボールをトラックボールで転がし、制限時間内にゴールにたどり着けたら、ステージクリア。全6ステージで、すべてクリアしてもプレイ時間が5分を超えることは稀で、ある。コースの途中には、様々な仕掛けや罠が待ち受けている。罠にはまって消されたり、コースから外れたり、あまりに高いところから落ちて、ボールが割れると、ある程度戻されて、 ボールが復活する。何度ミスしても復活するが、その都度タイムロスしてしまう。制限時間が0になると、ゲームオーバー。二人同時プレイも可能。二人プレイの方が難易度が高く、そのために、それぞれのプレイヤーが一回コンティニュープレイできるようになっており、さらに相手プレイヤーより先にゴールすると、ボーナスタイムが与えられる。一人プレイでは、 プレイヤーは両方のトラックボールを同時に動かすことでより素早い動きが可能になる。ありがとうございます。